違うやん、ヘルナノーブやん。え、なんて言うと思います？ヘルナノーブ。インフェルノで完全に引っ張られてた。え、待って、ヘルナノーブ言わんか、うん、テルナノーブ、テルナノーブ、ヘルナノーブ、ヘルナノーブ、正解。フェル言うてた、うん、あ、残念やわ、惜しいわ。お題行こうか、余裕そうやな。いいね、はい、同時にバインドできるんや。よいしょよいしょ、すごい、最強か。じゃあこっち側回って、あーぼーっとしてたわ。次はこっちでやるかな。いや違うね、大丈夫か。大丈夫へんよ。え、ちっちゃなってる、ちっちゃなった。あ、ちょっと抱っこして、抱っこできん。あかんわ、普通にやるわ、普通にやった方が。あ、もうあと一発だったわ。これで私さ、回避どうやるんだっけ。回避まだ覚えてんのちゃう。いや覚えた。あ、そう、うん、エレスティック押し込み、ぐる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 、エレスティック押し込みね、濃いね、確かに。あとはエレスティック押し込みで回避。はい、余裕。この先に3匹いるってことかな。あ、1匹いるわ、これやばい。あ、でも3匹いるな。この後なんか謎解きあるんちゃう。1匹しかいいひんけど、うん、奥にいた、うん、奥にいた。はい、首スポーン。え、あ、目、うわ、一番無謀やん、えぐ。助かった、助かってんけどな。お姉ちゃんかな、僕お姉ちゃんについていくよ、うん、目が見えへんから無謀いな。開けてもらう、シーソーしてもらって。マジエグいな。これさ、見た目可愛いからさ、子供とか遊んだらさ、低くない普通に、うん、かわいそうって、うん、うさぎみたいになってるけど。抱っこして抱っこ。オッケー。あ、これ謎解きやわ、久しぶりの謎解きパート、うん、これあやちゃんしか行けんのちゃう。そうか、魔除けの花なのね。あんたが無理してこなくていいわよ。危ない、危な、ちょっとビビったわ今、うん、ヒヤッとした、ヒヤッと。オッケー、はい、解放。あれ刺さってないよ。ダンボール被ってるだけや。そうな、うん、助かった。怖いけど僕も頑張ろうかな。頑張れ。手前ちゃう、手前、手前、ん、手前。ああ、ほんまや、道続いてた。人玉をティルナノーグの奥まで連れて行きましょうと。攻撃を受けると消えてしまうので気をつけて。マジ急にシビア。か弱い存在で少しでも攻撃を受けると消えてしまう。慎重に案内しましょう。頼むで。同じことを2回書いた。今のも危なかったね。いやいや、今のはティルナノーグ。これもあれやん、人玉の気持ち、気持ちやんな、あそこを通るかどうかは。なんで人玉これ開けられるのかよくわかんないんだけど。うん、もともと働いてたんじゃん、やっぱりサーカス。サーカスなんてして、ここに待機しといてじゃん。うん、あ、ちゃんと自ら待機してくれるんや、うん、新しいギミックやね。初めて見たね、たこ焼き器みたいな。宝箱あるわ、ほんまや。これ3人連れてきたら開くってことかな。いや違うでしょ、そんな気がする。いや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 、今度はお、普通やん、ただのメガネやん。歌い始めた。助けてくれてありがとう。お姉ちゃん一緒にこっから抜けたぞ。多分やけど、これでまず3人戻ってきたらあそこ通んねん。そうなん、うん、でここのさ、うん、あそこ扉の上のこの人玉の数が1個やん。あ、そんなあった。だから1人で行ける。よし、あそこは右は3つやん。うまいね。だから3人いる。まずはそういう風に呼んでる。行こうか、じゃあ、うん、ここでもう3人使ってまうくない？別に消えるわけじゃないでしょ。そういうこと？うん、これさ、3人使ってもうてさ、うん、向こうに連れてってさ、消えてもうたらさ、もう完全に消えるのか。え、ヘン、どう？私一人でみんな助けちゃったわよ。これいけるか？しょうもない。正直人玉を危険にさらすほどじゃないんだよな。よーし、行くぞー。右側は何もありませんでしたと。待たせたな。まだあるんかな、この感じだと。ねえ、あるねえ、タイミングが。慎重に。
大丈夫か。奥行き方向の感覚が分からへん。難しいね。うん。ついてこれてないよ。オッケー。よ。オッケー。イエーイ、全員生かして連れてこられ、来れました。これやばい、ここで戦闘は。任せろり。あ、でも弱そうやな。受けた。あ、終わった。終わった。人玉。よいしょ、ボス来た。終わってなかったー。強そう、マジ。これはあれやね、カウンターしたいから草じゃない方が良さそう。ゴグマドク。ゴグマドク。逆から読んでもゴグマゴク。いやいや、逆から読んだらちゃうね。カウンター。一回タイム、タイムかましていくか。あぶね、スカッたかと思ったわ今。一回抱っこ希望。はい、じゃあ行くか。あー、変わってんかったわ。ナイス、やったね。防御くる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 。いいぞ、惜しんだか。やったか。カウンターナイス。カウンターぐるぐるします。ぐる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 。バター作りそうな感じだよな。うん、何言ってんの。一回逃げてもろて。え、わかんないの。オッケー。トラぐるぐるしてバター作るやん。カウンター決めろ。コルネー、コルネー、トルネードスピン。結構タフやねこいつ。確かに相当トルネード決めてるけどな。トルネードそんなに強くないかな。巻き込めるだけで。木の方が強いなんやかや。あ、でもなんかハゲた。惜しいんだ急に。余裕ちゃんちゃんこ。余裕やったな。正直弱すぎる。まあ2人でやってるからな、操作が分担されてるし。ありがとう。喜んでる。一人だけも石たあまりちょっと手こずっちゃったけど。全然手こずってません。そう強がるセレッサでしたが、チェシャに助けられてばかりだったことに悔しい気持ちでいっぱいでした、うん、攻撃魔法覚えないの。一方のチェシャは覚えてほしいけどな。喜ぶ人玉たちを興味なさそうに眺めています。悪魔だからね、うん、あんなものを助けて何になる。もうこれで助け切ったってことかな。チェシャは呆れたように。確かにそんな感じやした。そういうのもチェシャだってさ、助けてもらってる身分なのにな。これでコルムのあの子たちもまた一緒に暮らせるのよ。他人がどうなろうと関係ない。その通り。チェシャはぶっきらぼうに言い返します。チェシャが正しい。そしたらもうセレッサ調子乗るかも。何言ってるの。それじゃ放っておいても平気なの。当たり前やん。あんただって大切な人と引き裂かれる苦しみが。苦しみが。そう言いかけてセレッサははっと気づきました。お前が召喚したせいやんってな。そっか。私があんたをこっちに呼び出しちゃったんだよね。いや、気づいたか。これ仲良しなれるやん。俺はまだ生まれたばかり。大切なものなどないし欲しくもない。生まれたばかりなんや。チェシャは涼しい顔で答えます。生まれたばかりだったの。まあ、でも悪魔にそんな気持ちがあるかどうかは。赤ちゃんってこと。生まれたばかりでも俺はお前よりずっと強い。だから幼いってこと。セレッサの言葉を遮ってチェシャはバカにしたように笑いました。生まれたばかりにしてはコミュニケーションめっちゃ取れるけど。確かに爆笑してるやん。そして私だってすぐに強くなるわよ。野蛮な悪魔とは違うんだから。でもさ、悪魔を召喚してるけどさ、なんだろう、悪魔世界があってそこから呼び出してるっていうことなのかな。うん、そうなっちゃう。雰囲気そうやったけどな。そうつぶやくセレッサの頭に浮かんだのは救えなかった母親の姿でした。母親こんな姿やったっけ。分からん、影しか見てない。内子が GO 置いてくよ。人玉は急ぎなさい。急がないと置いてくよ。駒だれやるやん。
はい、ハートゲッチ。ハートゲッチで満タン回復か。じゃあ戻ってきましたと。ん？人玉がサーカスやってるんちゃう？急に？人玉集まってワイワイしてますよと。こいつだけ頭何も刺さってへんねん。誰やん、ブランコや。首絞められてるやん。そういうこと？すっかり元気を取り戻したコルムは、仲間たちを助けてくれたお礼がしたいと言いました。俺は果実で頼むわ、魔法の果実でなるほどね、確かにね、うん、もしくはね、魔女のあの、なんだっけ、ムーンソルトみたいなやつ。うん、ロン、人見やがらのティルダの王を乗り越えましたと。まだあると。まだあるね、確かに。こっちに何かあるよと。うん、開けてもらおう。こちら3匹担当なんかなそういう感じだよ。だってもう1匹やってもよかったよなってちょっと思ったよね、うん、俺がしたいって言いながら自分はせんのやって思ったもんね。人玉も収集要素の一つなんやろな、こう見ると。そうやね、こっちは何もないの。なさそうやね。スイー、これ楽しい。血燃えるけどな、そんなマジ、うん、その勢いやったら。お、これあれやん、すごい宝箱、まがまがしい宝箱来た。うわ、ほんまや。これ、あかんわ。多分冷やさなあかんのちゃう、水かなんかで。あー、そういうこと。なんか新しい属性が必要なのか。うん、人玉さ、後ろついてた、ついてきた時はすげー遅かったくせにな。だいぶ先行くよ。周回遅れになってるセレッサもう C 燃えてるで、完全にこれ摩擦ケース高さも、うん、おとんでもない長さの滑り台だったわね。思い出すだけでお尻が熱くなるわ。やっぱ熱かったんや、お尻。そうやね。つまりゴミ滑り台を勢いよく滑り落ちてきましたと。これもななんか できそうなギミックやけどな。なあ、こうなんか掴んで一緒にやって飛ばすみたいな。まあ乗るんだろうね、間違いなく、うん、おっ、このゴミ置き場の最下層にこいつらが楽園を作ってたということかな。公園みたいな感じなのかな。こうでも一番最初に来たとことは別やね。ああ、でもだいぶ似てんね、確かに。ここは僕たちの秘密基地なんだ。秘密基地。本当は仲間以外には教えちゃダメなんだけど、お姉ちゃんは特別だよ。ありがとうな。秘密基地ってなんだ。一緒にいた猫さんはどこ。泣いてます。ここだよ。久しぶりにこのパケルのスローで見たな。これ猫さんなんや。猫さんって呼ぶんや。わー、せっかく助けてもらったのに。ちょっとジェシャ、コルムが怖がってるじゃない。脅かしちゃダメよ。脅かしてないやろ、ただ出てきただけやろ。こんなまずそうなやつに興味はない。涼しい顔、いつも通り。ジェシャは涼しい顔で言います。暑い顔の時ないもんな、うん、それより用があるなら早く済ませろ。せやな。先を急ぎたいジェシャはそう言ってコルムを睨みつけます。セレッサ怒ってるよ。せっかちの猫さん、猫さんへの夢はあれだ。果実か。果実やな、この感じ。うお、果実や。持ってない感じの果実やな。なんだそんなことか。積んでるやな。不機嫌そうに言いながらも早足でかけていきます。果実食えるんやったっけ。本当は嬉しいのよ。すげえ勢いで食うてる音するわ、うん、お姉ちゃん疲れたでしょ。ここは安全だから少し休むといいよ。サンキューな。うん、でも安全なとこいっぱいあるんやわ。ごめんな。この森に来てからずっと頑張ってたし、一休みしようかしら。いや、結構休んでたよ。いろいろ。ああ、どうしよう。他にも困ったことがあったら。俺かな、通信組んで。何でも言ってね。ああ、ほんまや。まだ帰ってこへんのか。でももうあまりにも多くすぎて通信ができひんという可能性もある。そういうところは、まあね、仲間たちのところへ走っていきました。さあ寝ようって感じやね。一休み一休みと夢を見ているのか。これまた夢やね。お母さんやこれ。
すごいガチャガチャしてる。どうして会えてくれないの？どうしてなんだよ！こんなにアップで見たの初めてかもしれない。涙ポロリンチョ。会いたいよ、ナミ。夢の中でくらい会ったらいいのにね。あ、来るわこれ。パピーが、うん、パピー候補。王子が、王子が。うせえ。来たわー。泣かないで。もう、おー、しかし。パッション。100人乗っても大丈夫と。なんか笑ってる。なんか、え？なんか。お母さんに会える日が来るよ。ここアニメとかでよく見る演出か、演出かと思ったけどな。何？口だけで何言ったか表現するっていう。後で伏線回収するタイプ。夢から覚めたセレッサは心の中で何度も少年の言葉を思い出していました。すごい顔赤くない？惚れてる。そうするとなんだか胸にポッと明かりが灯ったような温かな気持ちになれるのです。でもやっぱりマミーに会いに行こうとするってことはやっぱパピーだよね。まあ多分ね。惚れてもてるやん。気がつくとセレッサは自分の気持ちを口に出していました。もう何もできん。あ、じゃあ覚えるか。うい、まあこれにしとくか。内緒の収納術増やします。 いっぱいあるし全部もつこてもいい気するけどな。まあね。ベノムソーン1。イバラバインドが完成するまでの間的な動きが、ああ、いいや。今まではね、追ってたけど、まあ追わずともって感じかな。ガパリ。あ、そうやね、おすすめやね。とうとうガパリをね。瀕死ってあれやろ、敵が瀕死や。敵が少ない、体力が少ない、あ、そうだ。敵の近くで ZR 長押しした後にチャージストライク。このマークが、敵が少ないですよと。ガパリ。ガパリ。じゃあまあ一旦こんなもんで。これ。ああ、使う？うん。ハグモード最近よく使うから、うん、ハグモード回復速度上げます。じゃあ一旦この辺でね。うん。話しとくか。人玉を助けたらこの場所を教えてあげてね。道がわからない子もいるだろうから。なるほどね。人玉拾ったらここまで来いってことか。うん。いや、普通に言ってくれるでしょ。え、でももう、でももうそこ行くしかないじゃん。気づいてなかった、こっちに。お兄ちゃんたち、もう行っちゃうの？うん、ごめん、もう行っちゃうわ。ここに長いスリームないからごめんな。うん、チェシャがもううるさいからさ。うん、ほんまに。じゃあ最後にもう一個だけお願い。いい？マジ調子乗ってんな。もしも森の中で妖精に捕まってる僕の仲間たちを見つけたら。ああ、はい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 。さっきみたいに収集要素ね。助けてあげてほしいんだ。そのくらいはいいよ、全然。精一杯お礼はするから。今回別にお礼もらってないからね、言うとくけど。私にできることならこの基地がお礼よ。全然お礼ちゃう、こんなん。ありがとう。ジャンプできるんだったらいいけど、この基地に。こうしてセレッサたちはコルムに別れを告げ、白い狼を探しに出発しました。お姉ちゃん、猫さん、またね。またね。さようなら。1個なんか読んでんやつを。新しいの。妖精王国史その1。その1。深き緑広がるアバロンの森。この地に古来よりあるは七色にきらめく妖精たちの暮らす国、妖精王国。心清きものしか入れぬ結界のうちに秘められた幾多の妖精が描きし無数の奇跡。何の因果か森へ踏みることを許された私が、当たる限り紐解き書として記しましょう。めんどくせえな、こいつの喋り方。過去を照らすは顧みるため、過去を知るすは知らすためか。うぜえ私たち人間と彼ら妖精が互いに手を取り合い、協調して暮らせる平和な未来を祈って。まあ昔からありますよと。複数の小国があって、いろんな妖精の王様がいました。妖精の歴史ってのは、まあ戦いの歴史で血を流して、まあたくさんの国家がね、くっついたり離れたりしたと。で、妖精の王の方針によって、まあいろんな国があり、あるけれども、まあどこも、まあ戦ってばっかりですよと。はい。多分呼んだ方が早かったな。今の時間。公園王と呼ばれる一人の妖精のおかげで、まあ戦いの時代が終わったと。演術の扱いにも長けた彼は戦場で瞬く間に功を挙げ、国を起こしましたと。いろんな強い人たちがその下に集まってきました。で、公園王は周りの国を侵略して、アバロンの森を統一しましたと。すごいや。
統一妖精王国の誕生は森に住む生きとし生ける者たちにとって、灼熱の太陽のように苛烈な時代の訪れを意味していたのです。平和になるんちゃうんや。妖精王国を統一し森の全土を滑る妖精王となった公園に対し意見を言える者は誰一人いなくなりました。あらゆる権力を手に入れた彼は傲慢であった性格を少しずつですが確実に歪めていきました。なるほど、あかんやつになっていった物語やね。なるほどね。